そうですね、はい、お願いします。田中やるからね、これ、はい、これが高温になるところが常温核融合です。はい、はい、はい、で、ちょっと3分だけ、ちょっとすごい。なぜ細いかというのは知ってるでしょ、はい、あの空気を必要としないから、空気の酸素すごいですね。だからこの辺でやっとやけどしない。普通の火炎だったらこの辺やけどして、もういいですか、注射ってやる近くまで、はい、あ、全然熱くない、熱くないですね。触ったらもう大変なことになりますね。いや、触ってもこうやって足が触っても、はい、あ、一瞬でやれば大丈夫です。ほう、これでしょ、これで、はい、パッとやると数百度だから、あ、大丈夫ですか、あ、うん、これ程度だいたい数百度ですよ、ね、だからこ こうやってこれ普通のガスだったら焼けしますから、ね、はい、空気になるから、これすごい長いですね、これ長い、でこの塩焼くとの温度が、はい、我々は水はそんな程度と思ってたのが間違いで、はい、地球上の7割が水でしょ、はい、すごい太陽光が何十億年も入れてるから、はい、太陽が入ってるんですこれ、だから1500度ってことないじゃない太陽は。そうですね、それで化けの皮を取るのにはこう、この耐熱のチタンを、はい、これチタン、はい、チタンですね、はい、触ってます、触ってるでしょ、あ、軽いですね、これは1800度ぐらいですよ、はい、溶けるの、はい、溶けるのを取り口に穴が開いて、本当はサングラスかけないかんほど、はい、太陽光だから、はい、4、5000度になる。いいですか、やりますよ、はい、直接見ない方がいいですね。いいです、はい、いやでも、この温度は、はい、核融合って温度上がるんで、いいですか、はい、やりますよ、はいはい、お、おお、すごい、すごい、おお、すごいでしょ、これだけエネルギーあるんですよ。うわ、わかりました。すごい、すごいですね。でもね、炭素という気候帯にならないで。炭素線は3300度、はい、溶けるのが、はい、それが煙になりますよ、一瞬で。煙、だから5000度以上になる、はい。いいですか、はい、一瞬ですよ。はい、あ、煙になってる。うわ、わかりました、なってんの、はい、あ、なくなってる、ね、すごいでしょ、はい、これが大政ガスのパワーですよ、はい、いや、はい、ありがとう。でこれは実は水素よりも、はい、論文を後で田中さん差し上げてよ、田中先生、はい、はい、あの水素よりも実はあの、国際水素会議っていうのがあって、はい、あの過去に10年ぐらい前にあったんですよ、はい、その時に東工大の先生が触れるんですよ。あ、そうそう、もう触れ、もう触れるんですか、熱くない、え、熱くない、触れだけ、触れだけ、そこはまだ問題ない、写真を撮んで自分で持ってるからね、普通じゃありえないですね、ライターつけて、あのちょっとでももうすぐ熱くなるのに、うん、これないでしょ、いやもう写真詳しいのは自分が、ね、ほら機械持ってるから、ちょっとあったかいっていうぐらいですね、うん、それは反射熱で、あー、なるほど、はい、でこれが水素よりもね、5% から 10% ね、水素よりもですよ、電気を呼び起こる、これ水素の燃料電池です、はい、小型の、はい、それが電気を作るんですよ、もうガス入れるだけですか、これ今燃えたガス入れる、はい、そこに水素ですよ、はい、燃料電池ですよ、はい、電気を作る、はい、これで取ってるといいですよ、これ分かるでしょ、これ、あ、分かります、はい、分かります、これ取れます、あ、取れ、もう取れてます、はい、いいですか、はい、これはこれ電気を作るんです、電気作るんですね、水素の燃料電池にこれ圧縮の具が取って、はい、とやれば、ああもうあのそれだけで水素よりか漏れないし、はい、あのどのタンクでも使えるんですね、取れてます、はい、で次ほいじゃ、はい、プロパンだけのガスはどう燃えるかってやつがあるわけ、はい、次に大政ガス